おーめちゃくちゃいい <laughs> この大きさがね、おおよそ10センチに満たないぐらいなんだけども、かなり精密感があります。レーザードライフルのフォアグリップをちゃんと両手で持ちでね、このように構えさせることができます。大きくね、ポーズを取らせると、こんな感じ。カーフミサイル、発射レイズナ同様、これもフルアクションとなっていて、かっこよくポーズがね、決まります。こうやって一緒に並べると本当にいい。ゴステロのあの、ヒャッハーな。 あの、汚い罵り言葉がね、すごく聞こえてきます。どうかこれに皆さん、こんにちは、おたほです。今日はクブキットは、これだ青木流星レイズナー SPT スーパーミニプラレイズナーだ <laughs> おー、全国のガンディアロ集結せよ。 それから、ちびっこもぜひ、大人と一緒に見てね。それでは早速レビュー行こうスーパーミニプラでレイズナーが登場これがね、第1弾なんだけど、すげえいいラインナップです。今回はね、このレイズナーを中心にレビューします。早速見ていこう。パッケージこんな感じです。いいね。改めて、なんか立体物、あの、完成品では結構レイズナーあったけど、まあ、プラモも、なんだっけ、R3。 ちょっと大きめのやつ出てたけど、このサイズのさ、プラキットって、うん、嬉しいね、レイズナー。で、ラインナップこんな感じになってて、えー、次はね、ダルジャン。これがボリューム2。あ、これ、ラインナップいいわ。これ、式体のゴステロっていうね、パイロットが乗っています。ゴステロは <laughs>、なんかもう本当に北斗の剣に登場しそうなね。かっこいい あの、これに乗るんだけどね。なんか本当に北斗の県に出てきそうな、あの、悪役みたいな人が乗ってますね。それから、3番目。ターミネーターポリス。これは無人機で、いいね。なんかもう本当にやられ役として、こう一緒に並べとくといいね。こんな感じとなっています。さあ、それでは、開けよう開けろ。開けろ。あ、カッター使えばよかったかな。まあ、いいや。<laughs> おお。 パンパンに入ってる。せーの。じゃーんおーちょっと早速見ていこう。この頭部のところはね、ちゃんとクリアパーツになってて、あ、よく見ると無塗装のやつもある。だから、塗装派の人にとっては嬉しいかもしれないね。うん、あ、いいね。僕は迷わずこっちを使います。あー、こんな感じ。あ、で、あー、そっかなるほどね。このぐらいのサイズだから、あ、ちゃんと目の部分もね、塗装されてるんだ。 いいねこんな感じです。それから、おこれもね、あの、この機体のカラーですね。このパステルのちょっと淡い色。うん。こういうとこもいいですね。塗装済みになってます。こんな感じ。パッと見、シールが見当たらないな。ええ、濃いめのブルー。色プランがいっぱいですね。それから、最後がこれですね。こんな感じとなっています。あれほんとにシールない。あ、シールないすごっ あとね、最後、これが本体ですね。<laughs> これガムですね。美味しいガム。さあ、それではね、早速いこう。8割ぐらい組み立てると、こうなります。<music> おーできたー <laughs> ここまででね、基本パチ組みで、ちょっとだけ部分塗装したのと、あとは薄く墨入れを施して、おおよそ1時間半とか、そのぐらいですね。まあ、ほぼパチ組みです。 というわけでね、見ていこう。さっきも紹介したけど、クリアーパーツのやつもね、ついてます。これ、塗装派には嬉しい。それから、カーフミサイルは、射出した時のね、クリアーパーツがついてて、で、これあれなんだよね。あの、ボディについてるとき、ふくらはぎについてるときは、このパーツになってて、まあ要し、要するに、これでね、射出形態を再現できるわけです。この、下側のパーツを取り付けます。こんな感じ。で、ハンドパーツは、あの、レイズナーといえばね、ナックルショットというね、 えー、ナックルが、このナックルガードがね、こう、前面に展開するギミックがあるんだけど。で、あの武器持ちではね、穴が開いてて、これ固定になってて、このナックルガードを開き手と交換できるという感じでね、3種類ハンドパーツは付いています。あとはディスプレイスタンドへのアタッチメントパーツなどって感じですね。これめっちゃよくできてます。さあ、それではね、レイ、組み立てるぞレディー組んでいきます。足首。 組む時の注意としては、これ全部ね、ABS のパーツなんですね。あの、硬いプラパーツとなっています。まあ、だからいわゆるミニプラみたいな。ああ、だ,だからミニプラだもんね、これ硬、ね、<laughs> いので、あの、各部ね、あの、そうだね、ちょっと調整した方がいいね、メンテナンスとかね。うん。あの、かなり渋みがあるところがありますね。あの、組んだ後結構動かしたい人は調整した方がいいと思います。腰回り。 でね、今組んでるものを見て、あの、分かってもらえるかと思うんだけど、かなり小さいです。まあ、これ設定で言うと、おおよそ、だから100分の1ぐらいだよね。もともとレイズナーってちっちゃいんだよね。えっ、ー、とね、10メートルあるかないかぐらいだよね。9メートル、9.5とか、そのぐらいじゃないかな。こんな感じ。おいいね。この細かい部分もね、ちゃんと塗装されててね。 やっぱシールないってすんごいなんか、スト、ストレスの反対なんだっけフリーっていうか何、何ハッピーっていうか。<laughs> あの、何楽うん。すごくいい。これを気にしなくてね。とてもいいですね。この大きさだからね。うん、こんな感じになります。で、武器を持たせたいのでね、こっちは。あ、武器持ち手となっています。武器のレーザードライフル。これはフォアグリップのところが、 小さいんでね、こうピンで、えー、展開状態で握る時ときと、まあ、2箇所あります。これ手に持たせよう。こんな感じになり、さあ、あとね、バックパック。こんな感じになってます。これをここに取り付けてた。 え最後はと、えー、ちょっと待ってね。ごめんね。最後は頭部。これね、ちょっと見てほしいんだけども、この目の周りのグレーとかセンサーのメタリックグルーン、グリーンは自分で塗装しました。なんだろうね。なんか人人もよると思うんだけどさ、ほら、ほら、あの、レイズナーってさ、これ被せると、この中って結構真っ黒いイメージが僕はありました。 もともとこの周りで塗装されているのは目の周りのブラックと目の部分に当たるゴールドのみとなっていますまあもう本当に好みでいいんじゃないかなと思います最後にこれ取り付けてクリアパーツのこれねこれをあの開閉ギミックとかはないですねこのまま取り付ければ組み立て完了スーパーミニプラレイズナーだ おーめちゃくちゃいい早速ね、手に持ってみようこんな感じこの大きさがね、おおよそ10センチに満たないぐらいなんだけども、かなり精密感があります。あの、あれなんだよね、あの、コアなガング野郎だったら、このサイズのレイズナーって言ったらね、あの、メガハウスさんから過去に発売されていたパームアクションシリーズ。 もうまさにアレのような感じなんだけど、全体が ABS なんでかなりカチッとした仕上がりとなっています。これはね、かなりいいです。プロポーションもいいよね。横。そう、このレイズナーといえば、主に2種類あると思うんだよね。やっぱりこのアニメに登場した、この闘身の何、何 ?8 頭身ぐらいあるようなさ、このプロポーションと、あと設定画の、 5、6頭身 ?6、7頭身ぐらいの、うん、設定が、頭がちょっと大きいやつあると思うんだけど、なんかね、このスーパーミニプラを発売した当初、あの、決定した当初は、もう早速設定がもね、作ってたみたいなんだよね、試作。だけど実際発売されたのは、まあ、このせあの、アニメに登場したやつですね。非常にいいバランスとなっています。ちょっと近くで見てみようか。ソーラーにって歌いたくなるぐらいね。あ、いいわー。僕の名はエイジ。 僕ね、初めてレイズナー見たのは、新、え、違う、だからちっちゃい頃に、ちっちゃい頃に夕方やってたなーっていう感じでね、ちょっとお兄ちゃんが見るようなアニメだなーっていう感じで、うん、内容とか全然わかんなかったから、テレビつけたら、まあ、見るぐらいの感じではあったけどね。僕がちゃんと意識したのは新スーパーロボット大戦に出てきたやつだね。あ、レイズナー出るんだと思ってね。うん、そこでなんか物語とか改めて知ったような感じです。 で、その後アニメをちゃんと見た。というような感じですね。あ、ごめん。細かいとこ説明しなかったんだけど、まあ、色がね、ね、えー、赤い塗装が施されてたりとか、もう本当にね、素晴らしいですね。自分が部分塗装したのはちょっとした、なんか、なんかここにメタリックのレッドを塗ってみたりとか、まあ、さっきの頭部のところとかね。基本ほぼ、パチ組みです。めっちゃよくできててさ、たまんないね、これね。 で、パームアクションシリーズのことさっき話したじゃん。まあ、これに関してはね、ちょっと後で言おうかなと思う。すごい残念だったことがあるんでね。で、頭部はこんな感じでね、首とか。で、ボールジョイントでぐりぐり動きます。ちょっと角範囲見ていきましょう。腕は、ここね、す,すごく硬いです。まず、付け根がボールジョイントなんだよね。こんな感じで柔軟に動く。プラス、えーとね、いけるかなあ、やっぱいけないね。これと。<laughs> こういう風にね、取れちゃいます。 このキーキー聞こえるもうこれだけ渋みがあります。だからね、ここはよく調整した方がいいかもしれない。腕回りを、結構動かすじゃないロボットといって。だからここは動く、調整した方がいいなと思いました。あとはなんか、まあ、渋みが単純にかなりあるっていう感じかな。ちょっと待ってね。これ。おぉ、痛い痛たい痛たいた。うん。硬いです。それから、えー、胴体。ここが、あボールジョイントプラス、 あとね、この中もちょっとわかりづらいんだけど、中のフレームが稼働しています。それから各部のスカートが稼働し、このロールですね。ここのロールもちょっと硬かったかな、うん。ここも調整してあげるといいです。膝が二重関節でこのように動きます。大きさ10センチ程度ながらかなり大きくぐりぐり動くなという印象です。非常によく動きます。あとは最後に、アンクルガードと足首。 足首はボールジョイントなんでかなり柔軟性があります。こんな感じですね。あとは、そうだね、バックパック。ここもこのように稼働するし、えー、ここもね、ボール接続になってるんで柔軟性があります。各部を動かしてアクションレーザードライフルのフォアグリップをちゃんと両手で持ちでね、このように構えさせることができます。やっぱレイズナーと言ったらやっぱこのポーズさせたいよね。 それからスタンドにセットするとこんな感じで、浮遊感のあるポーズで飾ることができます。地面に立たせて、大きくね、ポーズを取らせるとこんな感じ。いいね、このナックルショットもね、ちゃんと、なんていうのかな、こう、今から殴りかかろうとしてる。うん、こういうポーズもね、さ、ちゃんと再現できます。さあ、次はこんなポーズ。カーフミサイル発射この肩からね、今出ています。エフェクトパーツは、ここに取り付けています。 ちょうどここがハードポイントになっていて、レーザードライフルなんかもセットしておくことができます。この表情のある開き手もいい感じですね。あとは、そうだね、最後はこんなポーズとか。<laughs> やっぱなんといってもね、VMAX。レイズナと言えばね、やっぱなんといっても VMAX なんだけど、まあ、ちょっと青い光と、あの、てでんてでんっていうね、BGM は。<laughs> あの、心でお楽しみくださいって感じで。うん。まあ、やっぱり、なんだろうね、こう、VMAX みたいなね、なんかそういうのをイメージして、かっこよくね、立たせてもいい感じです。あとは、なんだろうな、こう、ちょっと、うん、上、上を向かせるとね余裕、余計こう、今から、今からやるぞみたいな感じになりますね。レイズナーはこんな感じ。さあ、次はおまけでね、これを紹介します。本当は今回のレビュー、レイズナーだけやろうと思ったんだけど、あまりに出来が良くて、 もう楽しくてさ、もう組んじゃったんだよね <laughs>。ちょっとこれ簡単に見ていこうか。こっちのダルジャンとターミネーターポリス。これはね、完全なるパチ組みです。あの、何も色も塗ってない。ただ組み立てただけなんだけど、めっちゃいいんだよな。ちょっとターミネーターポリスから見ていこうよ。造形こんな感じになってて。あの、劇中ではね、これ量産機なんだよね。複数揃えたいなっていうぐらいね、本当に素晴らしい出来です。頭部。この大きさもいいし。で、あの、ほら。 ここ展開するんだよね。あの劇中のように、こう閉じた状態も再現できるし、ちょっと、ちょっとここね、ピタッと閉じないんだけど、こうなるし、あの、さっきみたいにね、こうパシャッと展開します。これできるってすごいよね。というか、ターミネーターポリスの立体物自体、あんまり見たことなかったから、ああ、こう近くで見るといいなっていう感じですね。いかにも量産機って感じでかっこいいよね。ここに黒があります。ここで、これも軸でね、えー この二つがね、可稼働します。かなり渋みがあっていい。今ちょっとポロリしたけど。それからね、ギミックはやっぱり何と言ってもね、ここの足の黒もね、ちゃんと出てきます。前。それからあと後ろにもあります。こんな感じ。いやー、これ最高だな。で、後ろ姿はこのようになっています。これもエフェクトパーツとしてはディスプレイスタンドと腕の黒が伸びたものがついています。各部を動かしてアクション レイズナー同様、これもフルアクションとなっていて、かっこいいポーズがね、決まります。こうやって一緒に並べると本当にいい。そして最後はダルジャン。これもいいよね。あの、各部のイエローのところ、これが塗装になってて、ちょっとマッドな仕上がりになってて、すごくいいです。あとはこの肩のマークもプリントになってて、あとはこのキャノピーの部分ですね。ここがクリアレッドになってます。レイズナーと同じような感じです。 このスタイルもね、すごくいいんだよね。手にはレーザードライフルを持たせています。後ろこんな感じ。で、これもギミックが結構あって、ここの部分に、黒、展開ギミックがあります。それから、武器のレーザーバズソー。これはいわゆるビーム、ガンダムでいうビームサーベルみたいな感じで、これが要するにこう取れて、で、これをこう手で持たせるっていう感じなんだけども、 僕ね、間違えてこれ接着しちゃったんだよな <laughs> 組み立てがあんまり楽しくて接着しちゃったんだけど、本当はこれが取れて、この手首と一体型の、このエフェクトがついているやつとね、交換できます。装備させると、こんな感じ。ちょっとね、これがないのを心の目で見てください。アクションさせると、こんな感じ。これもね、フルアクション仕様となっています。なんだろうね。 ダルジャンっていうよりかは、あの、ゴステロのあの、ヒャッハーな、あの、汚い罵り言葉がね、すごく聞こえてきます。なので、これに乗って戦ってるというより、本当になんか肉弾戦のイメージすげえあるんだよな <laughs> あの。ご存知のない方のために説明すると、なんか本当にね、番組の後半から、あれなんか北斗の剣みたいじゃないみたいな。<laughs> 北斗の剣に登場しそうなキャラクターなんだよね。ターミネーターポリス ダルジャンはこんな感じ。最後はレイズナー大きさ比較しよう。ロボット魂のガンダム。一緒に並べるとこんな感じで、まあ、さっきも言ったように、頭の高さで10センチあるかないかぐらいでかなり小さいんですよね。で、これがおおよそ1 100分の1スケールなんで、まあ、ガンダムもね、ちょっとマスターグレードで。同じ、大体同じスケールで一緒に並べるとこんな感じです。おー。 そう、確かにね、レイズナーは小さいから、大体なんかこう、立体で見るとこのぐらいの差があるんだなーっていうのが面白いなーと思います。まあ、ロボット魂と並べてもいい感じだよね。十分小さいロボットだなーっていうのがよくわかる感じです。余談なんだけど、レイズナーでロボット魂みたいなやつ来るかなーと思ったけど、なかなかこ、来ないね。<laughs> 一通りの遊び方はこんな感じ。 というわけで今回のスーパーミニプラレイズナーのレビューいかがだったでしょうかこうね、レイズナー自体知ってる人も知らない人もね、一緒に組んで、え、遊んだ気持ちになってもらえたなら本当に嬉しく思います。もうね、これとにかく何がいいってまずラインナップやっぱいいよね。うん、ターミネータポリスもさ、複数欲しくなるし、ダルじゃん。これはね、ファンの方にとってはもう説明不要です。これはグラドスの指体。これはね、死ぬに、鬼に、 まあ単位で式隊って言うんだけどさ、<laughs> なかなか、なかなか、あの、ごついね、ネーミングなんだけど、まあその式隊のうちの1体なんですね。全部で4つ、4体あるから。 だから、ボリューム1って書いてあるからさ、次がすごく楽しみだよね。うん、できれば、色体全部揃えたいなと思います。話変わるんだけど、さっき、あの、レベチュア言ってた、パームアクションシリーズのレイズナって、確かね、色体全部揃わなかったはずで、何かが1体出、出なかったんだよね。で、その後、ガレージキットでイベントでなんかあったんだけど、欲しかったんだけど、うん、多分自分買ってないんだよなだから、立体物で色体を揃えたい。 みたいな感じでね、なんか、今後の展開がすごい楽しみなラインナップだなと思いました。で、大きさもそんなに大きくないし、なんだろう。普段、プラモデルとか、あまりおもちゃとかは触ったことない人でも、うん、時間かけて、あの、ニッパーさえあれば、ちゃんとね、かっこよく仕上がります。で、大きさもそんなに大きくないんで、あの、手軽でいいですよね。こう、揃えら、揃えやすい。うん。立ち組みでも十分なクオリティです。 いや、これは本当に買ってよかったです。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはどんなことでも結構です。おー、お手本あ、レイズナーでね、色体たい。あ、これ揃えたいね、とかね。あ、ザカールとかね、今後出たら嬉しいね、とか。あ、あとね、あの、ベイブルとかね、あの、あっち側の、あの、 エイジたちの方のね、うん、やつも欲しいなとか。あ、俺もスパロボで、スーパーロボ対戦でね、知ったよとかね。などなど。あ、あと今僕こんなキット組んでるよとかね。こんなおもちゃで遊んでるよとかね。どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたわでしょう。ゃうってねーガン 「ミッションを繰り出せよ」「変形が赤い」「憧れてた」「夢のトランスフォロール」のキキキ「若さの君たち禁